亀の瀬の大和川北岸に位置する地滑り対策地区亀の瀬地滑りとは大阪府柏原市峠地区、下林道端地区一帯で過去に起こった地滑りのこと。特に1931年から翌年にかけて起こった地滑りは規模、被害が大きくなったことで知られる。柏原市峠地区の大半と下林道端地区の一部では一帯古くからたびたび地滑りが起こっていた。 明治以前に関しては記録は残っていないものの過去の調査から4万年前より以前からあったと考えられている。明治以降では主に1903年、1931.1932年、1967年に発生している。当地の地質は二条山周辺一帯に分布する二条総群の一部であり、昭和6年、7年の大規模地滑りを契機に、 初めて本格的な調査が行われた。昭和50年代以降のボーリング、トンネル調査校等により、地滑り機構は概ね解明された。度重なる火山活動と地殻変動により堆積された地層において、第3期先進予に堆積した泥溶岩層など、水を通しにくい粘土質層とその下層にある、第3期中心予に堆積した、歴、 火山灰層といった水を通しやすい層の間に滑り面が形成された。正確には滑り面上部は暗山岩、花崗岩細粒手を含んだ暗灰色粘土層、下部は黒雲等の火山灰を含んだ射質粘土層で滑り面深度は地表から約30から80メートルである。上部粘土層の岩水量が多くなって軟弱化することが地滑りの主要因と考えられている。 滑り面は、柏原市峠地区の広い範囲に広がり、南側は、大和川の下をくぐり、国道25号線の少し南付近まで続いている。さらに、北部の留所山一帯にも滑り面が確認されている。なお、大和川南岸の関西本線が通るあたりは、原川類層と呼ばれる、古い安定した地層である。峠地区における、滑り面の標高差は、約100メートルあり。 大和川直下付近が滑り面の一番低い位置にあたる。滑り面が軟弱化することにより、上部層が標高の低い方へ滑落し、結果的に大和川流域一帯の地表を押し上げることになる。亀瀬排水トンネル現在、地滑りを起こした斜面の崩落を防ぐために対策事業を行っている。1959年10月に地滑り防止区域に指定され、 さらには1962年に直轄施行区域に指定され、直轄工事が開始された。ひとたび地滑りが発生すると川がせき止められ、二次災害につながりかねないため、国土交通省近畿地方整備局、山和川河川事務所の管轄の下、大規模な対策事業と監視活動が行われている。内容としては、峠地区を中心に6つの排水トンネル、26基の 集水位及び多数の排水口による表面排水路、暗渠排水路が整備され、粘土層の安水量を抑制する対策が行われた。また、約300本に上る交換具位の設置などが行われ、地滑り活動を抑制する対策が行われた。なお、対策地域内に亀のせ地滑り資料室が設置され、 亀の瀬地滑りに関する資料の展示、対策地域の設備の見学会等が行われ、啓蒙活動が行われている。旧関西本線亀の瀬トンネル昭和6年11月27日に亀の瀬渓谷北側において斜面に亀裂が発生。亀裂は徐々に拡大し、最終的には大規模な地滑りとなった。これに伴い、昭和7年初頭には、 関西本線の亀の瀬トンネル内部や付近の路盤が変形、2月に運行を中止、4月にはトンネルは完全に崩壊したためこの区間は徒歩連絡とせざるを得なくなった。関西本線は7月に該当区間を走れ、大和川を越えて、南岸の地滑りの影響のない位置にトンネルを掘って、迂回するルート切り替え工事が開始され、12月31日に開通している。 また、滑り面の最低位置にあたる大和川の川床が合計約36メートルほど流気して流路をせき止めてしまったため、同年7月には上流の王子町内約200ヘクタールが浸水した。なお、3月頃から流気した大和川流路を改作する工事が行われていたが、結果的にはせ止めによる水害を防ぐことはできなかった。昭和26年に、 清水谷地区南部の約3ヘクタールで地滑りが発生し、昭和34年に地滑り防止区域に指定されるきっかけとなった。昭和42年の地滑りでは2月から7月の5ヶ月間に、及び川床が1メートルほど隆起し、対岸の国道も1.3メートルほど隆起した。地滑り地域は最終的には53ヘクタールに及んだ。それ以降は、 対策事業の効果もあって、目に見える規模の地滑りは発生していない。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます。亀の世地滑りに関するカテゴリ、亀の世地滑りに関するカテゴリ。ありがとうございます。